はい、皆さんこんばんは。テル G チャンネル、テル G でございます。本日のメインディッシュはカレーライスでございます。さらに八宝菜でございます。うずらの卵も乗っております。自家製のらっきょうでございます。少しこの前出したやつを取っておきました。これをカレーライスの上に乗っけます。では今日はこれでいただいてみたいと思います。いただきやす。でははじめにカレーライスからいただいてみます。いただきやす。熱い。たまりませんな。では八宝菜をいただいてみます。片栗粉がよく効いてます。うまい。Voy a cantar esta canción。たまりませんな。たまには皆さんもカレーライスをね、食べてみてください。じゃがいものでかいやつが入っております。大変おいしゅうございます。この八宝菜も美味しいですよ。らっ
京を食べてみます。そういえば、刃物男、どこまで逃げたんでしょうかね。なんか、車で逃げたでしょ、刃物持ったやつ。いろんな服の色を変えてね、まだ捕まってないみたいですけどね。今日のニュースでもやってましたけど、早く捕まればいいですけどね。一番いいのは自分から自首するのが一番いいんですけどね。だから刑も少しは軽くなるんですけどね。逃げ回したらだん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 刑も重くなりますからね。犯人に通、今すぐ自首しなさい。刑が軽くなります。はい、逃げれば逃げるほど刑が重くなりますので、自分から自首しなさい。じいさんからのおすすめです。はいはい、そういうことでね、ちょっと今日はね、途中ではありますが、よく噛んで食べてみたいので、これで、お別れします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ダー。